はい、っていうわけでやってまいりました。今日はですね、こちら、はい、Wi-Fi カメラダイビーロボ 2K です。今日はね、商品レビューということでね、これほら、セキュリティカメラですよね。これほら、なんかちょっとロボットみたいでしょ。これね、首がね、動くらしいんですよ。Wi-Fi のね、電波を使って、スマートフォンで家の中の様子を外から見れるというものなんですね。ではね、開封の方してみましょう。はい、ではね、開封していきましょう。これすごいんですよ。ほら、200万画素。てってれー。簡単な取説。あ、そうそう、これアプリね。これ、Android と iOS、iPhone ね、対応してます。お、来た。はい、来ました。これ本当ね、ロボットみたいですよね。そうそう、このカメラね、自動追尾機能が、追加されたということで、まあこれがね、家で飼ってるペットだとして、まあ泥棒でもいいんですよ。こいつがこう動くと、このカメラも追尾して動くという機能が備わってるということですね。で、あ、これか、クラウド機能。別料金がいるみたいです。クラウドを使うにはね、別料金がいります。基本ね、SD カード。これね、8ギガから125だったかな。クラウドを使わない場合は、メモリーカードが入りますね。たまたまちょっと32ギガバイトしか持ってなかったんで、これはね、ちょっと入ってないんで、それぞれ皆さん買ってくださいね。わぁ、どこに刺すんやろ。あ、裏はこんなんなってる。なんかネジで止めれるようになってんな。なんかほんまにね、ロボットみたいな。あ、すごい。これ今ちょっと手で無理やりやったんですけど、結構これ可動域がね、ほら、うわぁ、ここ、ほぼ真上まで動きますね。これあんま手でやったらあかんねやろな。これぐらい動く。うわぁ、USB 対応ですね。で、この付属のアダプターね。これに、ほら、ぶっ刺すと。電圧とかありますんでね、この必ず付属のね、アダプター使ってくださいね。ネジで、こう壁にマウントできるようになってますね。こう壁にね、取り付けられる感じですね。Wi-Fi 対応なんですけど、LAN ケーブル繋ぐとこがあります。で、さっきのね、このマイクロ SD カード入れるところと、で、電源ポートがあります。リセットスイッチかな。このアンテナがね、結構これほら、こっち向きとかできるのかな。2本あるって結構強力ですよね。まあこんな感じで動くわけですよ。まあこれね、自動追尾。まあいろいろなね、場所で活躍と。では実際取り付けていきましょう。わあ、みーちゃん逃げた。みーちゃん、こんにちは。おはようございます。おはようございます。はい。ちょっとみーちゃんのね、お昼寝をちょっと邪魔しました。もうね、ここに、ほら、今の追跡してたかな。これね、アプリダウンロードして、これですね、ダイビーロボっていうのありますよね。これね、すぐ接続できます。ほら、これ今ね、リアルタイムにね、このスマホに、データが送られてます。すごいよね、これ。怪しい人がいないかなみたいな感じで、今、ダイビーくん、動いております。これね、もうしばらく実はテストで使ってまして、ほら、ここ、アーカイブがね、見えるんですよね。ここにね、戻れるんですよ。こうするとね、ほら、数時間前、まあ、数分前かなの、この部屋の姿が見れます。すごい、これ何日前まで戻れんのやろ。あ、すごい。結構前まで戻れる。これ夜もね、結構綺麗に映りますよね。これね、実は赤外線が入ってます。なので、電気がね、ついてなくても、結構これぐらい映るんですね。みーちゃんおはよう。みーちゃん追尾されて映されてるんだよ。実はね。トラッキングオフできます。トラッキングオン。トラッキングオンすると、この首振りね、固定したい場合はオフにできます。私が怪しい人間だとして移動します。怪しい人が来たよ。動くかな？お？結構ね、ほら、こういうところまで。
動いてる。ちゃんとね追尾してますよね。結構遠くからでもね反応してます。であとねこれ面白いのが、これサイレン鳴らせるんですよね。怪しい人がいたらここにポチッとね、今のでサイレンでびっくりして、泥棒が逃げるという感じですね。で、あとね、実はこれ電話ができるんですよね。ここほら、トーク。こんにちは。こんにちは。こんにちは。意外とね、このトークっていうのを私使います。じゃあ今からね、家に帰りますとかね。LINE とかでもいいんですけど、この音声でね、言うときたまにあります。で、これ写真も撮れますね。はい、保存しました。結構ね、いろんな機能があるんで面白いですね。はい、いかがでしたかね。いや、すごいね、いろんな用途に使えますね。外からもね、家の中が確認できるって、すごいね、やっぱ安心だなと思いました。こちらの商品は、下の概要欄に貼ってますので、皆さんクリックしてくださいね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、Wi-Fi カメラダイビーロボ 2K でした。じゃあね、ボーイシュー。